日清中央駅は兵庫県川辺郡稲川町松尾台一丁目にある野瀬電鉄日清線の駅。駅番号は NS21。駅名の日清は阪急日清ニュータウンの開発者である日本生命保険に由来する。川西市との市境付近に位置し、稲川町で唯一の駅にして日清線の終着駅である。野瀬。 阪急宝塚本線の最優等列車である特急、日清エクスプレスの奇襲店でもあり、大阪市内へ乗り換えなしでアクセスできる。開業当初は、野せ電鉄の駅で唯一直通先の阪急仕様の駅名標が掲出されていた。2001年に第2回近畿の駅100線に認定された。京都府亀岡市や南丹市と比較的近く大阪方面に向かう場合は、 これらの住民も自家用車を当駅周辺に駐車した上で当駅を利用することが多い。ホーム留置線で出発を待つ阪急の6000系と同8000系留置線の末端部。奥に車止めがある改札は無人である島式一面2線と単式一面、軽面2線のホームを有する地上駅で駅舎は強常化されている。開業当初から 無人駅として設計されたため、駅事務室は設けられていない。陶器や下機には、車内温度保持のため、各車両3カ所ずつある扉の内中央の1カ所だけ、開放するドアカットを行う。この措置は、阪急の車両で運転される日清エクスプレスでも、行われる場合がある。 改札内には平日午前のみ営業する売店があったが2011年3月に経営上の理由で廃業した。また改札内にはトイレがあり多目的タイプも併設されている。改札口は橋上の一箇所のみで南北双方に出入り口がある。地形の関係で南口側はコンコースと同じ高さだが北口側はホームと同じ高さに地盤がある。 北口側は道路と駅ホーム部分が掘割構造となっており、北口を出るとこの掘割を渡る橋となっており、北側への通路もほぼ水平となっている。ホームはいずれも8両編成分で2号線のみ橋の型でややカーブを描いている。日中は2つのホームを交互に使用しており、一方のホームから列車が発車する直前になると、他方のホームに列車が入線する。 よって、常にどちらかのホームに列車が待機している状態が基本となる。乗車用ホームには待合室が設置されているが、前日の運用により利用者は多くはない。線路は各ホームを過ぎた先にも続いており、2本の留置線として使用されている。これは、当駅からさらに西に離れた稲川パークタウンまでの延伸計画案があった名残である。 2面のホーム両方にエスカレーターが設置されているが、上り用はもともと校舎ホーム側にしかなく、校舎用ホームのない2号線に列車が入線すると1号線で、待機中の列車が両側の扉を開け、2号線側の列車から降車した乗客を通り抜けさせるという措置が取られていた。両ホームにエレベーターが設置されてからも、この措置は行われていた。 2012年1月18日より節電対策としてホームの運用が変更され、校舎専用ホームは平日夕方の日清エクスプレスに限って使用されるようになった。それに伴い乗車ホームのエスカレーターは上るように変更され、上記の停車中の列車内を通り抜けさせる光景は見られなくなった。当駅に到着した日生エクスプレスは奥の留置線に侵入して、 次の運行まで待機する。休日の前日以外の最終便は、到着後に1号線側の留置線で夜間大泊を行い、翌朝始発の日清エクスプレスに充当される。また、2号線側の留置線には、平日、休日とも4連2本が入って、同様に夜間大泊を行う。2008年の平日1日平均乗降人員は12,303人で、ある。 日清中央駅周辺は駐車場や駐輪場、送迎車用の車両レーンが設けられ、パークライド等を基本とする公共交通の活用が図られている。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。いずれも半急バスによる運行で南口側にあるロータリーに発着する。駅舎との間には屋根が設置されている。また、 バスロータリーとは別に駅の南北双方に送迎車用のロータリーも設けられている。ありがとうございます。